った日常の何気ない瞬間を取りためて集めていく。まず大きく進化をしたポイントはオートフォーカス性能。これの一本を持っていけばどのシーンでも対応できるというのが。本日のゲスト写真家はオールドレンズポートレート写真でカメラやレンズメーカーのセミナー講師をする傍ら、写真誌にてオールドレンズのすすめシリーズの連載などライターも手掛ける鈴木啓太さんです。今回鈴木啓太さんに使用していただいたレンズは第2世代 G2 フルサイズミラーレス対応大口径標準ズームレンズ 28-75mmF2.8DI3VXD-G2 モデル A063 を使用していただきました。作品なども交えて早速お話を伺っていきたいと思います。私が写真を撮り始めたきっかけは、まず父が家族の写真を昔からずっと撮りためてたというのがあって、私も家族を持って子供が生まれたら家族の写真を撮っていきたいなというのが一番大きなきっかけでした。家族の日常ですね、そういったものを家族写真として収めて、息子のご飯を食べているシーンとか、母と妻と子供が手をつないでいるシーンだとか、そういった日常の何気ない瞬間を撮りためて集めて撮っているという形になります。今回の 28-75mm G2 は、まずズームのレンズがあるっていうところと、子供写真を撮る場合は特に子供がこう走り回っていろんなところに行ってしまうので、それを定点でズームで追いかけるとか、そういった使い方がメインなので、このレンズを選んでます。まず3点大きくあって、1点目がレンズが非常に軽いということですね。 500g ぐらいしかないので、パパママ世代はどうしてもリュックに子供の荷物を詰めたりとか重くなってしまうので、それを1つで、500g1 本ペットボトル1本ぐらいの重さでカバーできる。もう1つが、28mm から 75mm まで、子供と妻と、家族と広く撮れるっていうのと、例えば子供だけを狙う時には 75mm の望遠も使えるっていうのが2点目で、もう一つやっぱりこのレンズ1本で済むっていうのは解像度の高さが3点目に挙げられると思っていて、単焦点をたくさんも持っていけないので、じゃあ何を選ぶかという時に 28-75 の解像力があれば、これ1本でいろんな画角で、もう高解像度で撮れるっていうのは非常に魅力かなと。この写真は年末福島に帰省した時に撮った1枚で、空の青さとですね、雪の白さというのを表現したくて 28mm で撮りました。見ていただくと分かる通り、全面写りがかなりいいというのが、見て取れると思います。空の割合はですね、大体3分の2ぐらいで、地面の割合は3分の1ぐらいにすると空の広さがよく見えるという構図になります。で、28mm でとても広いので、子どもとか被写体にはですね、大きなアクションを撮ってもらうっていうのがいいと思います。これだと、アクションは小さいんですけども、ちょっと可愛い感じに動きをつけてもらったので、 28mm の自然の中にも少し入るような形で写っていると思います。これはですね、海の見える公園で撮った1枚で、妻と子供がですね、遠くにいる白鳥を見ているシーンになります。75mm と開放に近い縁で撮られてまして、ポートレートに近いカットになります。画面の中央よりもやや左に寄せることで、後ろの背景をですね、少し見せて、印象的なカットに仕上げているものになります。まず単焦点レンズと違って、ズームレンズは 28mm から 75mm といった、広角に撮れる、あとは望遠に撮れるというメリットがあります。例えば広角を使う場合は、どうしても皆さん広角を使う と、画面が整理しにくいっていうのがあるんですけれども、それをですね、広角にしたまま寄ってあげることで、パースが効いた大きな写真を撮ることができます。そういった撮り方、あとは、カメラを上にかざしてですね、子供が小さいのでフィールド全体を写してあげるっていうテクニックっていうのもあります。あとは望遠側にすることで、それこそ 75mm というのはポートレート域にバッチリな領域ですので、そういった子供一人を狙うだとか、子供と奥さん妻を狙うっていうシーンも使えますので、75mm 側はどちらかというと離れてポートレート的な撮り方を撮るというのが、おすすめの撮り方だと思います。
これもですね、子供が本当に集中して遊んでいるところを私はこの椅子の上から乗って28ミリの広角で上から撮ったというものになります。子供がやっぱり集中しているところをなるべく邪魔しないで印象的なカットを撮りたいので、上に登るなどして大きくですね、日常のワンシーンをカットした一枚になります。家族写真を撮りに公園に出かけたんですけれども、子供が全然言うことを聞いてくれなくて、その時にまあ仕方なくカモが通り過ぎていったんで、そのカモをワンショットで収めたしですね、この水面のですね、水面とかが非常によく出てるので選んだ一枚になります。まずは撮影の機会を増やすっていうのが印象的な写真を撮るのに非常に重要だと思ってます。その中で家族の表情をですね、捉えるっていうのが非常に大事で、常にまあ家族を見てる瞬間ですね、そういった時には目を離さないようにして写真を撮るというのが一つポイントかと思ってます。あとはまあ、いい表情だけを収めてもあまりこうドラマチックなシーンにはならないので、日常の中にそういったドラマチックなシーンをもし求めたいのであれば、光を見るというのも非常に大事で、皆さん私の家もそうですけれども、家の中に光がとてもいい場所というところがあると思うので、時間帯によってそういうところを見つけて、そういうところで子どもさんとか、家族と遊んでその瞬間を、まあ、このズームレンズとかで撮っていくというのが、まあ、おすすめのポイントかなと思ってます。このアップの写真はズームレンズだとは思えないぐらいのボケが出ている写真だと思います。瞳にですね、正確にピントが合っていて、かつ表情もですね、ちょっと寒々しいのも読み取れますし、今までのズームレンズでは表現できなかったような描写がですね、ここには詰まってるなと思ってます。これはですね、お話した光と表情ですね、このちょっと寒そうなちょっと不安げな表情が良かったので撮ったんですけれども、やっぱり子供ってなかなかこういう表情をすることはないと思うので、そういった時には逃さずシャッターを押していると思います。こちらはですね、子供が神社の鐘をつきたくて一人で行ってくるって言って鐘をついた瞬間をですね、撮ったシーンになります。手からその綱がですね、離れた瞬間を撮ったので、その綱がですね、こう非常に綺麗な S 字を描いていて、それが印象的なカットになっているかなと。表情だけではないと思っていて、後ろ姿からでもちょっと頑張ってるシーンっていうのが見えますので、でこれは特に私は遠くにいて子供に行っておいでって言って、それをズームレンズで拡大して撮ってるので、こういったシーンもですね、単焦点とは違って、その場から撮れるというメリットは非常にあるかなと思ってます。子供に関してはとてもこう遊ぶ時に集中をするという、まあ、癖があると思ってます。と子どもさんが遊んでいるときはやっぱその集中を妨げないというのが一番大事と思いますので、そういうときにやっぱりこういった28-75というズームレンズのズームの機能が役に立つと思っていて、子どもに邪魔しない範囲ですね、 75mm ですと 3-4m ぐらいは離れられますので、そこからパパとかママは子どもをこう狙うように寝そべったりとか、子どもの視線に入らないように使って撮ってあげるのがいいんじゃないかなと思います。これはですね、最近大雪が降った時に子供を公園に連れ出して撮りました。で、子供が雪だるまをですね、作ろうとしている真剣な表情をですね、75mm 望遠側で収めたショットになります。この、真剣な表情がこう目にピントが合っていて、かなり高解像度で頑張って一瞬を収められたかなと思ってます。やっぱりうちの子供は男の子なので、男の子で5歳なので、もう動き回ってしょうがないですね。で、皆さん多分動き回るお子さんとかを撮るの苦労されると思うんですけども、使ってもらいたいのは、まあ、本体機能の AFC モードと、トラッキングのオートフォーカスのシステムを組み合わせて使ってほしいです。で、今回の28-75は、瞳オートフォーカス、まあ、オートフォーカスの基本性能に加えて、瞳オートフォーカスの性能がかなり上がってますので、かなり食いつきが良くですね、トラッキングモードという、ピントを常に合わせ続けるモードを使ってあげることで、常にブレのない、瞬間的な写真をたくさん撮ることができます。ただ、こういったシーンを撮るには、シャッタースピードをですね、まあ、いくつにしたり、まあ、500分の1とか、子どもの動き回るスピードに合わせて少し変えてあげていく必要がありますので、そのあたりはですね、何度もチャレンジをしていただいて、撮っていただくのがいいかなと思っております。
まず、まあ、私もそうですけれども一番最初に買うカメラというのはレンズがキットレンズというレンズがついていると思います。このキットレンズに関してはなんかちょっと暗いなとかあまり印象的な写真が撮れないなというイメージを持たれる方は多いと思うんですけども、実はこの2875の G2 は、そういったものはおそらく一切感じないと思います。というのはレンズ自体がとても明るいですし、印象的な写真を、かなり撮ることができるというポイントがあります。それは、レンズの明るさであったり、解像度の高さというところがあると思います。従来のズームレンズだとどうしても、ズーム機構がついているということで、レンズの性能とか、を少し下げなければならなかったというのを聞いているんですけれども、今回の、ズームレンズに関してはそういったものが妥協なくて、特に従来から、前作のレンズと比べても、オートフォーカスや、瞳オートフォーカスという性能は十分上がっているので、こういったズームレンズもですね、セレクトの一つになると思っています。私はですね、ちょうどこのレンズのボタンのところですね、私瞳オートフォーカスを割り当ててまして、瞳オートフォーカスを割り当てることで、シャッターに集中できるというメリットがあります。で、ここを常に押したままですね、子供はこう動くのでそれを瞳オートフォーカスを追いかけながらシャッターを切っていくというところで、瞳オートフォーカスを割り当てて使っています。前モデルと比べて大きく2点ですね、性能の進化というのを感じることができます。まずは、オートフォーカスの速さと正確性ですね。もう1点は解像度の高さなんですけれども、オートフォーカスと、特に瞳オートフォーカスの食いつきの良さが変わったっていうのが、顕著でして、トラッキングシステム、ソニーのカメラに内蔵してあります、AFC のモードと、オートフォーカスのトラッキングシステムを組み合わせた時に前モデルと、比較しますと、ピントのボケですね、ピンブレの、差が、少なくなったと、ピントがボケなくなったというのが大きな利点かなと思います。もう一点、解像度の高さというのは、特に画角の制約がなくなったというのも大きくて、 28mm にしても 75mm にしても、周辺まで、かなりはっきり映るようになりました。これ何が、メリットかというと、例えば 28mm の時に、端の方にですね、お子さんを配置したり、そういったシーンでも、表情がしっかりと見ることができるようになりました。今までの、解像度が低いものからかなり解像度が上がったと感じることができます。私にとって家族の記録は、日常の積み重ねだと思ってます。特に私は何気ないシーンをよくカメラで撮ってますので、例えば子供がご飯を食べているシーンだったり、妻と、夕飯の準備をしているとか、そういった何気ないシーンをですね、常にカメラを置いて写真を撮ることで、そういったものがこう蓄積されていって、将来、見返した時にちょっと感動するだとか、いいシーンだなというふうに思い返すという、ことになると思います。こちらですね、子供が変顔をしたシーンを自分で見てるっていうところになります。妻も写真をやってますので、妻が撮ったシーンを、2人で見てる、そこはいいシーンだなと思って私が脇から撮ったというものになります。こういった印象的なシーンもですね、これちょっと広めに撮ってるんですけれども、2人の顔がちゃんと表情をつかんで写せるのはやはりこのレンズの、ズームレンズのメリットかなというふうに感じてます。これはですね、七五三の撮影の中で撮った1枚なんですけれども、この古民家のですね、非常に明暗が効いてるところに子供にお願いして立ってもらって、撮った1枚になります。特に子供の写真を撮りたいと思っても子供が我慢できないので 1,2 枚のカットになるんですけれども、それをですね、ズームレンズで画角をすぐに決められて決定的な瞬間を逃さないように撮れるというのは、やはりズームレンズの持つ、大きなメリットかなと思ってます。多分子供しかやらないと思うんですけど、うちの子供はお蕎麦が好きで、お蕎麦をこうつゆに入れるときに麺が、子供は麺が切れないので、その麺を手で引きちぎる時を写真に収めるっていうことをやりました。これ多分子供の時にしかでやらないことなんで、そういった今しか撮れない写真っていうのをたくさん撮ってます。子供を褒めることで子供を乗り気にさせてこういうカットを撮るっていうのはあります。ご褒美をあげるというわけではないんですけれども、ちゃんと撮ってくれたらいいことがあるよとか、子供とちゃんと会話をした上で、撮らせてもらう、ね、こちらも、敬意を払って撮るというところが、やはり子供を撮るにも必要かなと思います。
よく撮れた写真は子供にも見せて、子供に見せることでテンションも上がりますし、そういったものをコントロールしながらいい写真を撮ってるっていうのが、はい、日々ですね。特に今までキットズームしか使ったことがない方と、あとは単焦点レンズしか使ったことのない方に特にお勧めしたいです。キットレンズとまず明確に違うのは明るさとボケの良さですね。それは明確に違っております。あとは解像度も高いので、キットレンズの撮った写真とは全く違う写真が撮れるっていうのが挙げられます。でもう一つは単焦点レンズとの違いなんですけれども、 28mm から 75mm までズームレンズですけれども、全面単焦点並みの解像度があります。単焦点レンズと比べてボケが小さいんじゃないかと言われる可能性もありますけれども、ボケに関しては F2.8 ありますので、75mm と F2.8 を比べれば、解像度とボケを両立した写真が撮ることができると思います。ですので、単焦点レンズしか使ったことない方にも非常にお勧めできるレンズだと思います。